障害状書けばいいんですね。どうしたの？あなた急に手を出すなんて。何もしてないで。信じられないわ。何もしてないですから、私は。そんなね、こちらは何も変わらない。私は拳を上げた、拳を上げた状態でもないですから。こんな痛いことされるのは初めてですわ。どうしてくれるのこれ。どう落とし前をつけるつもりなんだねこれね。ちょっと離れてくださいよ。ちょっとこれ離してくださいよ。今私も近寄ってきてね、なんかね、それはえおかしいでしょ。当事者同士を一緒にさせるっていうのはおかしいでしょ。私何も手出さないの。私何やらないの。出してキャラでしょ。私何も手出しては冷静ですから、うん、冷静じゃないよ。すごく声も大きいでしょ。もう少しで来ますから、うん、もう少しお待ちください。あなたが強力に私の肩を叩いてきたわけじゃないの。だから先はあなたですよ。思いっきり殴られましたけどね。私は拳使ってないですから。私は拳は使ってないですから。拳使わんじゃん。今裏剣は裏剣っていうのはよくわからん。私はそんな私はようそんなことに伸ばせるのよ。私は生徒防衛やったかもしれんけどね、拳は使ってないですよ。私が殴られて、この人が殴った方がいい。それはちょっと表現が違うと思います。ちょっと分かりてください。彼がね、私の方にしつこく、実はね、逆に今話しますから、私は彼がもうしつこく私の方にね、この事件が起こってからでも、すごく私の方にね、顔を寄せてね、すごく変な言いかがりつけてるんですよ。私、ここ、逃げてきたんですよ、ここ、退避したん。そしたら彼は椅子をドンと持ってきてね。これそういう状況がこういう状況です。これは本当はまっすぐこういうふうになってた状況です。ちょっと元に戻しましょうか。いいですか、このままで。この状況な、こういう最初は最初は違う。これはまっすぐこっちに向かっていますから。要はこういうこと。で、あのね、今回の場合はね、ちゃんと私の前に2人も見えましたから、その暴力だとかね、殴っただとかいうことは、全くないわけですから、こちらの方に証人が2人おりますから、私そこで絞っていました。で、順を追って説明すると、何がまず、今日はどういう暴力に超えてそれ言いますね。私ここに縛ってたんですよ。ああ、そうそうだな、どっちがやりたい。で、私はこれを書いてたんですから、はい、ね。今日の目的はですね、今日、県の方に、4時から、ちょっとこういういろんなあの問題を抱えてまして、はい、で今日あの、県の相談窓口の方に公正企画の課長さんを呼んでですね、はい、話する段取りで今日途中でこう寄ったんですよ。でその関連したことでこちらの方でその医者の、電子カルテですね、その開示のことと、もう一つ、他の転院のために医者の病院に帰ることによってですね、紹介状をいただきたいということの2つの要件、その2つの要件でですね、電子カルテルの開示とですね、でまあこれを開示をそのままやってたところなんですよ、請求書をね。そして並行してですね、その紹介状をですね、その窓口の方にですね、求めておったところ、書いてるさなかに、その紹介状のことだとかね、紹介状のことにかこつけて、ここに彼が寄ってきましてですね、そしてこの状態ですから、私はこう書いてる状況ですよね、言ってみれば、こうペン持ってね。で、ペン持って書いてるさなかに、私のこの右肩ですか、強打しましてね、ドーンと。まあこれは平手だったと思うんですよ。別に濁る拳ないんですけども、でもすごくなんかね、痛く感じましてね。で、2回目の時に、またドンと来たもんですから、何をするなという、私は払ったんですよ、それ。その払ったのを、なんか彼は暴力だというふうに
捉えたものなんですよ。私はこれ持っていましたから、はい、それを回答最初に。そうなんです。で私はこれを置いて拳でこんなことやる、座ったままですからね。俺は、彼は裏剣という専門も知ってるんですよ、はい。私はそういう裏剣とかそういうこと知らないんで、それは。相手の方はもちろんこの職員さん。部長ですよ。彼はね、拳でもないことをね、裏剣だと彼は言っています。裏剣のようわかるんですよ。私は振りほどしたんですよね、肩をね。それが裏剣だったら裏剣でもいいですよ。私は拳でも何でもなくて、これを買い取ったものですからね。そんなものをね、彼がね、最初にね、ドーンとこうね、2回もね、叩いてくるという形なもんだからね、普通触らなくていいですよ、わざわざね。そんな、そのね、異常なことをね、私に仕掛けてきてね、私は振り外したというかね、振り外した行為が裏剣とかなんか言うらしいですよ。それはおかしいでしょ。ね、私がね、声を上げたわけでもないですし、その拳を握ったわけでもないし、立ち上がったわけでもないですよ。この姿勢の状態で、なんで裏剣にしたら暴力なんですか。ああ、それはまだ、ちなみに、変な話、紹介状を書く云々で、そう激高するというか、そういう時代になるという、今までですよ、なんか。いやいや、そうじゃなくて、紹介状は次の、別の病院行くための手続きですよ。だから手続きのことを、ここを依頼してですね、先生やって、頼んでくれって、疑うなと思うことができたんですよ。結局そういう感じで、今日はまあ何時頃から話し合いをするんですか、最後から。ここね、ここに入ったのは2時半、3時近くだったんですね。3時近くに来られた、来られた。裏剣とはよう分からんですよ、私は本当に。何を裏剣というのがよう分からんですよ。要はね、先生が肩を触ったんじゃなくて、叩いたんだもんよ。私の方に2回だよ。そんなわざわざ叩かれる覚えないんで、何をなんか恨み長いかと思いますよ。まあ、恨みあんだと思うんですけど、音をしていますよ。私このテープ取ってますからね。すいません。中央警察署の佐々木と言います。ちょっと広くさせてよ。彼は裏剣というその専門的なことも持ち出したことだけど、私は彼が故意にね、ドーンと叩いてきた音も入ってると思いますよ。音がね、近くですからね。いや、そういうことを2回まで、1回は私もちょっと、なんというか、反射神経に向かってたのがね、2回まで来たから、私それ持って、ダーンと、なんというか、触れ落としたんですよね。私は、こう書いてましたからね、別に拳握ってね、立ち上がってね、こんなことやってないでしょ。相手は、来たんですよ、立ってたと思います。それで私の肩を、やれ、強打したもんだからね。何をするんだと、2回目の時に私振り落としたという感じですけど、肩叩かれどうかな。これ乗ってましたよ。肩に手をかけたら、かけたんじゃなくて、叩いた状態でずっと維持してましたよ。じゃあこうやって押さえられとったらいいですか、触ってます。いやいや、押さえられるというか、ドーンと叩いた状態をやってもらうと2回目だったと思うんですけど、私は振り落としたという感じです、相手がこう手をかけてきたから、こうやって振り落としてということですね。これはそんな、ね、拳を握ってね、立ち上がったわけじゃないしね、何をもってそれは暴力だったので、彼の方向さね、私の方向かってね、ドーンとね、こんな仕草っていうのはないですよ、普通の。彼はね、恨み持っていますよ、確かにね。これは泉先生にね、こんな医者ね、書いたらどうかというところまで言ってますから、来週早々、火曜日ですけどね、泉院長と直接会うことが、事務方がもう段取りしていますよ。それとね、一番有力なのはね、この行為の時には、二人対面にいましたから、相談員、山本係長だと思うんだけど、事務方のね、それでこの女性、若い子でね、まあ、この人も正社員だと言ってました、正職員だと言ってましたけどね、さらにの人がこう前に出るんだもん。その人がね、第三者で見とってね、当事者同士がね、お前だって言うよりもね、こんな有力な二人の人がそこにおってね、いや、何も知らませんでしたって。そしたらその二人からも、そう聞きますんで、今日は、住所雇用権でここに来られてる。こちらの話なんだけど、今日はなんか県繰り返し聞かなきゃいけないもんで、私は、ね、事件試験から今日はですね、実はね、4時の予定、4時の予定でですね、4時から県庁の相談室で、はい、今日も話し合いがあったんですけども、厚生部企画課の今日は課長さんとお会いする段取りをつけていただいてたもんですから、厚生部企画課の課長ね。で、そのために私は3時にこう来てですね、まあ、その話の関係もあるんですから、2つの目的でこう来とったんですよ。課長に今日お会いできると。
の社長と、あ、今日の3時の予定が。違う、ようです。あ、社長と。それで私はここ3時に来てですね、2つの要件がありました。1つは、ここにありますような電子カルテルというものがですね、なんか書いてある書いてないがものすごく不明なことを私は昨日厚生部の方に聞いてですね、これは絶対あるからこれを開示しなさいよということをもって今日私は3時に来てこのカルテルの開示、電子カルテルの開示、そう、それともう一つは店員、病院を変えるというような一つの流れがこれからあるもんですから、そのために病院を変えるとは、私の親族です、親族、私が、ここに入院するんですね、長期の入院なもんですから、そのためにどうしても紹介状がいるということになったもんですから、でちょっと今までの流れから言って直接私が医者にお願いしますというのはちょっと辛いもんですから、この窓口を利用してその紹介状をここから求めてくれというようなことを私が言ってたもんですから、2つの翌日それがあったもんですから、それを聞いて彼が私の方に来たんですよ。彼とは部長先生のことです。そうです。それで急にそんなドーンと叩いてきたからね、お前触ったらちょっとね、お疑いがあってぐらいでね、そういう努力はありますよ。ドーンとちょっといいですか、こんな感じだったんですよ。音入ってますよ。ね、まあ、このスーツの音だから違うからなんけどね。そんな、なんか敵的なさ、ことは私受けたもんだからね、2回目に私は通報したんですよ。これ片手このぐらいやったらダメなんで、お前だよ、それはかと。普通でしょ、そんなものは。ねえ、ねえ、まあ、そんな電車の中だったらそういうことようあるか知らんけどね、わざわざ叩くのとね、その叩かなんか反動でね、普通なんか違うんでしょ、私は、ね、私は思いっきり叩くことも、こうやってやって、それが結果的に体当たることも。でもそれはね、わざわざね、近寄ってきてさ、私がこういう状態でおるところにね、近寄ってきてね、こんな叩くこともないでしょ。だからね、私の前におった、すぐ近くにおった人なら、一番損になると思いますよ。